今日から販売が始まった年賀はがき。来年の干支、蛇や大阪・関西万博のイラスト入りなど7種類あり、高知県版には月光桜と柏島がデザインされています。販売開始に合わせて今日は池選手が一日郵便局長に。引き続き皆さんで素晴らしい日本の文化を続けていけたらなと思っています。年賀状の受付開始は来月15日からです。